では続いてのコーナー行きましょう。流通科学大学の協力でお送りします、学校中継です。今日お邪魔するのはですね、県立小野工業高校ですね、こちらですが、神戸電鉄青線小野駅の近くにある学校なんです。校訓がね、行学一如って、これどういう意味なんやろって調べたら、行いも学びもどっちも大切にしていきましょうよっていうような、そんな言葉だそうですが、こちらに今日も浅田アナウンサー行っております。浅田さん。はい、今日は小野市にあります県立小野工業高校にお邪魔しています。はい、1939年に創立した学校でして、去年なんと80周年を迎えました。ではまず学校の紹介をしてもらいましょう。生徒会長の藤原さんです。お願いします。お願いします。可愛らしい、ね、浴衣で登場してくれましたが、ね、これ理由があるんですが、まず学校の特色教えてもらいましょう。お願いします。この学校ではものづくりを通して社会に貢献できる人間になれるよう日々勉強しています。学科は電子科、機械科、金属工業科、生活創造科の4つがあります。はい、そうなんです。4つ学科があるということで、学科の生徒さんに順番に来てもらいまして、生徒さんに作品を説明してもらいながら学科の説明をしてもらいましょう。なんですが、どんどん説明してもらいたいので、終わった生徒からこれを合図でチンと鳴らしてもらいます。では1人目お願いします。まずは私から説明します。私は生活創造科なんですが、食物、皮膚、保育といった生活に関わるたくさんの検定取得に挑戦しています。その検定試験ではこの浴衣やブラウスなどを作りました。この浴衣のこだわりは手縫いの部分が多く丁寧に作ったことです。以上です。お、すごい、まとまって、ありがとうございます、ね、浴衣これ自分で作ったんですよね。ちょっと見せてもらえますか、ゆっくり。いや、細かく縫われていますよね。本当に販売できるぐらいのレベル。いや、丁寧、ありがとうございます、藤原さん。では続いて神田くん、お願いします。はい、お、なんか持ってる。はい、僕は金属工業科です。はい、主に溶接に力を入れていて、このような金属板は飛行機や新幹線を作る際に用いられています。はい、でですね、こちらの成功した溶接はこのように表面がツルツルに綺麗になっていまして、失敗してしまいますとこのように割れてしまうことになってしまいます。これ全然境目わからないですよね。ここでね、真ん中溶接してるんですよ。はい、溶接というのは溶接棒という電気が流れる棒を使い、熱によって溶接棒と金属を溶かして接着させます。溶接っていうと、こう火花が散って熱いイメージありますけど、何度ぐらいでするんですか。はい、2000度から3000度ぐらいの熱さになってます。そうなんですね。以上です。おー、テンポよくね。ありがとうございました。では続いて、小西くん、お願いします。よくいくよ。どうも、機械科の小西です。まずこのダンベルを触ってみてください。お、いいんですか。手触りはどうですか。お、すごい、ツル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 してますね。はい、これは旋盤という金属や木材を削るもので加工したものです。もしこの旋盤が甘くツルツルにならなかった場合、2つのものを密着させるときに隙間があると塵やホコリが入ってしまい、事故の原因になってしまいます。なので 0. 何ミリの世界で作業しているのが僕たち機械です。以上です。はい、ありがとうございます。繊細な作業なんですね。ありがとうございます。そして後ろにね、このポスターがある。ちなみにこれは、来年から機械と金属が、合併して機械工学科になるなります。あ、来年度から。はい、皆さんによろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。では最後に高田くん、お願いします。はい、電子科の高田です。こちらは僕らの先輩たちが作ったロボットアームで、この手と連動して動かすことができます。指の先端にあるセンサーが動くと、コンピューターがそれを検知して動きます。試しにやってみます。はい、お願いします。あ、すごいすごい。同じ動きをするってことですね。はい、この技術を使うことによって、人体に影響のある薬品も安全に使うことができます。人間が触れないものもこういうもので使えるということなんですね。ありがとうございます。いや、皆さんで、ね、短い間で、ね、まとめて説明してくれました。ありがとうございました。さあ、この後はコンピューター部、ご紹介するんですが、コンピューター部もすごいものを作っていますので、この後たっぷりとご紹介します。お見逃しなく。
さあ、それではここからは学校中継いきましょう。県立小野工業高校に行っています浅田さん。はい、ここからは県立小野工業高校のコンピューター部をキャッチします。はい、コンピューター部どんなものを作っているのか、早速入ってみましょう。失礼します。お願いします。お願いします。はい、コンピューター部は今6人で部員6人で活動をしています。それぞれ、ね、今作業していますけども、はい、いろいろ、ね、あの保護メガネをつけて作業していたり、パソコンを使っていたり、いろんな作業していますが、部長の井上くん、どんな活動をしているか教えてください。はい、私たちは世界に一つだけのものを作るというテーマを持ってもの作りをしています。一つだけのもの、どんなものを作っているんですか？はい、あ、先ほど廊下で歩いていた時に、あのコンピューター部が今まで表彰された、あの表彰状がたくさんあったんですが、全国大会で銅賞だったり、近畿大会で準優勝など、本当に素晴らしい、ね、成績を収めているんですよ。なんですが、その電子回路を作っているということですが、そもそもどんなものなのか教えてもらえますか？はい、こちらが電子回路の作品です。いや、こういったものを電子回路って言うんですね。いろいろありますけど、これって何なんですか？これはシューティングゲームです。これゲームなんですか？はい、すごい。ちょっと持ってもらってもいいですか？はい、シューティングゲーム、では実際にやってみますね。はい、あ、ゲームだ。これをボタンを押すことで実際にゲームができます。インベーダーゲームみたいな。小さい画面ですけど、しっかりね、これでゲームができるんですね。はい、この上についてるのが、その脳みそ的な役割を果たしているんですね。はい、これが脳みその役割をしています。はい、そうなんですね。それにしても結構すべて小さいですね。はい、私たちはスマートフォンのような小さくて多機能なものを目指してものづくりをしています。そうなんですね。例えば、これ自分でね、いろいろ作っているんですけど、あの小学生向けの工作教室なんかもしていると伺ったんですが。はい、私たちは、地域貢献の一環として小学生向けの夏休みの工作教室を開いています。工作教室を通して小学生に貴重な体験をしてもらうことで、ものづくりの楽しさを知ってもらおうと活動しています。また、小野市に依頼されて、市役所前のところに、クリスマスイルミネーションのオブジェを作るという活動もしています。こんなん作ってコンピュータ室の、ね、中だけじゃなくて、地域ともいろんな深い関わりをしてるんですね。はい、いや、素晴らしい、ありがとうございます。ではちょっと中の様子、奥も見せてもらいましょう。ね、あ、いろいろ、ね、作業してますけど、あ、すごい光ってますね。これはどういう作業なんですか、中西くん。あ、はい、今は、この電焼を使って光らせて、青色に光らせているんですが、はい、まあ、他にも光らせる方法があるんです。あ、はい、他にもちょっと見せてもらえますか？はい、これプログラミングみたいなことですか？今は、はい、緑色と、赤色を付け足して光らせるようにしています。あ、プログラミングをこうちょっと組み替えて、はい、そうです。すると、すごい細かくて難しい。はい、お、色が3色になりました。綺麗ですね。はい、これさっきのゲームと同じ感じでプログラミングを組んでるんですか？あ、そうですね、先ほどのように、まあ、パソコンから話して、まあ、動作することもできますが、今は、まあ、パソコンとつなげて、ちょっと古めの、直接書き込んで動作してます。なるほど、はい、こうやってパソコンつなげることも話すこともできるっていうことです。はい、すごいですね。本当もう高校生のレベルじゃないくらい、いや、素晴らしい、ありがとうございます。そしてちょっと奥も作業している人がいるんですけど、こちら、いや、すごい、何を今していたんですか？ハンダ付けをしています。ハンダ付け、どういったものなんですか？ハンダというのは合金なんですけど、電子回路 を作るときに部品と基板を接続する際に行います。ハンダが多すぎるとひび割れの原因となり、部品の故障につながるため気をつけています。ちょっとそのハンダやってるのを見せてもらえますか？はい、ね、1年生ということで、今ちょっと練習したばっかりということなんですが、どうやってやるんでしょう？あ、ね、左に持ってるのがハンダで、右の機械で温めてつけてるんですけども、いや、難しそうですね。
何何こんな細かい作業。こうやって温めてハンダを溶かしてるんですね。あ溶かしてる溶かし。あ今一箇所つきました。おめめできました。あできました。細かい。うわーすごい。カメラ越しでもですね。どうですかこれ部長の井上くん1年生の小川くんの。はい。さっきちょっと、焦りすぎてねちょっと落としてしまったんですけど。本当ですか。はい。それでもね。あのなかなかうまくできていると思います。あ、よかった、はい、先輩に褒めてもらいました。見逃せない。ありがとうございます。いや難しそうなんですけどちょっと私も一回挑戦させてもらいたいと思います。やめとけ、やめとけ、壊しないやもう最近はやってみるシリーズが多いですね。ゆめこやってみます。いやこれをまず手袋つけて、ゴーグルも熱いでしょう、はい、しっかり、はい。でこれがハンダで、ハンダをこれをそっちやで、ハンダはいきますね。鉛筆持ちをしていただいて、鉛筆持ち、あ、はい、こうですね。そうです、はい、大丈夫、あ、手が震える。いきます。お、あ、つきました。はい、では固定を戻していただいて、固定を先、はい、戻します、はい、安全のために。厳しい、井上どうですか。はい、とても初心者だとは思えないぐらい本当できます。本当ですか、はい、ビギナーズラック。いや楽しい。上条さん、スタジオの上条さんどうですか。いや昔ねやったけどね、中学の時とかここで、あの難しいね、ハンダ付けは、うん、難しい。よううまいことやったね。だいぶ練習したやろ昨日サンテレビでハンダ付けの。そうです。いやいや井上部長これからどうですか、目標ありますか。はい、12月に大会があるので、うん、それの上位を目指して頑張っていこうと思っています。大会ね、これもっとスキルを上げて、ね、これから頑張ってください。ありがとうございます。さあでは今日皆さんありがとうございました。では最後にみんなでお願いします。4時キャー